はい、どうもナートだよ。今回は現環境最強と言われている武器の一つノーチラスの方を使ってやっていきたいと思います。はい、ノーチラスはスプラ3初期から、まあ、結構強化も何度か入って強い強いと言われ続けて、ようやく現環境で環境武器として入り込んできた武器ですね。まあ、ノーチラスの強さといったら、なんといってもね、このキルタイムと弾速、まあ、弾速っつうのは弾撃ってから敵に届くまでの速さ、それがねとてつもなく速いんですよ。もうとんでもなく速いから偏差値感もいらないんだよね。もう敵いるとこに撃ったら当たるみたいな。でキルタイムも他のスピナーより速いんで、いやマジでもうキルにかなり特化してるね。でこのうわ今のとかね、もうほんとキルタイム速い。まあ、雨降らしはね、若干パワー不足なんだけど、それも、なんだろうな、まあ、スペシャル自体は、そこまで、強くないんだけど、雨降らし。ただなんか、パッと使えて、メインも、スペシャル打ってすぐメイン使えるから、この、メインが強いノーチラスは結構相性いいんだよね。インクの即時回復もできて。で、ポイントセンサーも今のこのエナスタ環境に結構強い。エナジースタンドで突っ込んでくる敵とか、ああいう、自分が射程届かない敵に対して、こう、ポンって投げとくだけで。かなり熱になるからね。まあ、ちょっと扱い難しいけどね。このチャージキープがかなり肝になってくんだけど、この武器の立ち回りとしては。で使ってみれば分かるんだけどね、まあ、ポイントセンサー投げなきゃね、インク効率めっちゃいいんだよな。ノーチャス全然インク切れない、ほんと。まあ、ちょっとインク系積んでるけど今回。おいー、いやーやっぱね、ノーチ使ってるとね、もう基本先に弾当てたら負けないね。キルタイム早いから本当に一瞬で敵が解ける。うん、あとクーゲルシュライバーと一緒でさ、再チャージリチャージ機能もついてるから、それもまた強いんだよな。まあ、これはオッケーやる。あーでもかばされたか。まあ、ちょっとカウント的にはまだあんまり進んでないが、まあ、ギアはね、1速、以下速に、あとサブ性能だね。俺はね、ポイントセンサー武器やサブ性能つけた方がいい。ポイントセンサーにサブ性能をつけると、ギア、効果時間めっちゃ延長されるし、ちょっと待って、これまず。飛距離も伸びるから。ここ飛んでたよな、いる。うん。ポイントセンサーの飛距離と、投げる速度も上がるから、効果がたくさんだよね、他のサブウェポンよりも。他のサブウェポンは、飛距離が伸びるだけだけど、時間も伸びて、投げるつ遠くまでも投げれると。ただ積み毒だと思うね。サブ性能はマジ強い。いやね、ポイントセンサーはね、まあ、確かに他のサブウェポンに比べたら若干そのなんか微妙な感じあるけど、ついてる武器がさ、ポイントセンサーついてる武器が強いから、それを考えたらポイントセンサーのインク効率ちょっと多くしてもいいと思うんだよな。もう最近なんかポイントセンサーついてる武器が多くてさ、スクリュースロッシャーネオとかさ、ノージアスとか、なんかマジでポン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 単射程武器使ってるとつけられるから、うわーえぐいな今の火力。食わんだ涙目いや今のやばいなマジで。いや、ノーチラス強い。いや、本当にね、生存しながらキル取り続けれる。まあ、ボトルガイザーみたいな感じやな。まあ、中衛。いや、もうボトルガイザーといい勝負してるわ。うん、ボトルガイザー、ノーチラスは本当にプレイヤースキル高ければ、デスせずに永遠に相手をしばけるっていう。もう本当に、武器パワーはとんでもないね。はい、ということで、次の試合やっていきましょう。はい、マッチングいたしました。なめろう金属のガチヤグラということで、続いてはガチヤグラやっていきたいと思います。はい、くぞ、なめろ、なめろ金属はね、ちょっと単射程武器だときついステージだけど、ノーチラスだと結構いけるんじゃないか。まあ、特に相手のローラーとかフィンセントあたりはめっちゃしばけるぞ。ポイントセンサーだし。俺はちなみにスプラローラー持ってるときはいつもしばかれてます。うん、うまい。いや、それはうまかった。マジで怒りに気づかなかったな。なんか個人的になんだけど、相手が青インクの時イカ忍者気づきにくいんだよな、マジで。いや、多分あるよな。確かあったよね。なんかそんなの、ツイッターで見た気がするんだよな。青インクは見にくいみたいな。おつ。はい、強い。キルタイムがめちゃくちゃ早い。この武器。さあ、オールなんで、もうちょっと、また前目でキル狙っていきたいけど。オッケーやる。ギリギリやって雨だけ投げて、ポイントセンサーもつけとく？ついてないな。
いやこれ多分抜かれちゃったか。どうしようかな、一旦乗ってちょん乗りだけしてやる。いや本当にキルタイム早い。いるな。え、ノーチラス、俺もし今何の武器練習しますかって言われたら俺ノーチラス練習するかもしんない。いやマジで武器パワー感じるわこれは。あ、やっぱ環境、やっぱね、環境武器って言われてる武器はね、なんかあるわ、やっぱなんか武器パワーを感じる、自分が使いこなす。このリチャージ機能ね、この常に打ち続けれる感じ。いやこれさ、やっぱさ、クーゲルとかもそうだけどさ、このリチャージ機能を使ってしまうと普通のスピナー使えなくなるよな。バレルとかスプラスピナーとかめっちゃ不便に感じるもん、リチャージ機能ないと。ちょっと相手ラグいな、海外勢っぽいな。今ね深夜に撮影しておりますので、海外勢とマッチしております。これはちょっとオッケー、しっかりやる。これはやれないか、これはやれない。いやカウントがな22だからちょっと怖いな。ワイプアウト、相手がかなり攻撃寄りの編成してるから、まあ、こういう時にね、あ、これは一回引こう。ウルトラショッターも怖いからマジで。エナジースタンド来た、とりあえずポイントセンサーつける。そう、こういう時はスプラローラーフィンセントにポイントセンサーつければどうにかなりますから。ローラー絶対潜伏してる。グレートベリアたまってるってことは生きてるって、生き続けてるってことだから、まあ、どっかに潜伏してることが多いからね。あのセンサーか、センサーのとこいるな。さあ俺のサブ製のポイントセンサー食らえ、食らってしまえ。さあこれは中央通路に投げて、さあローラーだけ警戒。ちょっとローラー怖いな、この辺じゃね、いるんです。あ、でも吐かれた、吐かれたけど俺は行く。いや今のポイント、いや今のポイントセンサーローラー指定からしたらマジで発狂もんだよな。あれあんないそうなとこにポンって投げるだけで一バレするから。いや今の環境ほんとね、潜伏系の武器きついよマジで。ポイントセンサーね、ちょっとなんだ、インク効率もうちょっと多くするか、ポイントセンサーついてる 武器のメインナフするか、どっちかしてほしいけど。まあこれカウント20守りきる感じになるかな。ステジャン積んでないからゆっくりいくか。ステルスジャンプもありだな、やっぱ。どうなんだろう、まあいらないか、結構ほとんどデスすることないし前線武器に比べたら。まあ、エナジースタンドが味方にいたらな、欲しくなっちゃうよな。でもなんか、いや本当にキルタイム早い。なんか下手したら寿司のなんか連射速度も速いしさ、寿司の三角とかよりもなんかキルしやすいよな多分。いやしやすいはず、やっぱ弾速も速いし、やっぱ偏差値がいらないっていうのがめちゃくちゃでかい本当に。さあこっから登れます、実は。はい、このキルタイム。さあ雨降らしで正面の敵をやっていく。エナスタ取れたいけど無理か。さあこれちょっと一回あえて中央に引く。3発当てなんかやったわ、あえて前、あえて前。あ、惜しい、やれる、頑張れ、いけい、ナイスー。いや強っ、本当に強い、マジで強いなノーチラス。え、これはね、流行りますな。なんで急に流行ったんだろうな。なんで逆に今まで流行ってこなかったんだろうな。まあ、エナジースタンド環境やってんのか。エナジースタンド相手、まあ、今回相手いなかったけど、エナスタの高速な敵に対して、弾速速いから当てやすいとか、まあ、そういうのもあって強いんだろうな、今。はい、ということで今回は、環境武器のノーチラスを使ってやっていきました。この武器はね、本当に強いので、まあ、練習するならありなのかなと思います。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。ほのかいさん、バイ。